くお願いします。ありがとうございます。こんばんは、川口の小泉です。王子というにはちょっと年食ってますけども、さっきの飛鳥さんの話にもありましたけど、経産省前のテント襲われたっていう話を聞いてびっくりして本当に頭へ来て、で今日ここへ来る途中にちょっと寄って様子を見てきました。ついでにカンパもちょっと置いてきました。もうすっかり応急ではあるんですけれども、すっきりと治ってまして、皆さんもこんなことでへこたれてたまるかみたいなことでね、すごい頑張ってる、そういう熱気がビンビン伝わってきました。あいつら本当にもう計画的っていうか組織的っていうかね、もう事前にちゃんと準備してビデオ撮影までやっててとんでもないやつらですよね。だけどあんなバカなことをやらざるを得ないっていうのは、原発推進にいかに道理がないかと、そういうのも自ら告白してるようなもんじゃないですか。であんな連中に絶対負けるわけにはいかないと。であいつらがその組織的にやるんだったら、こっちらはもう個人でゲリラ戦で戦うしかないなと。でやっぱりゲリラ戦っていうのはですね、その場その場で自分の判断が求められるんですよね。だからこう常に正確な判断ができるように頭を鍛えておかないといけないという大変な戦いなんですけれど、仏教の言葉に一念発起なんていう言葉がありますが、私はこの民主主義の夜間学校のまだまだ知識が足りない、経験が足りない1年生なので、1年生発起というような感じで朝5時に起きましてですね、6時ちょっと過ぎに家を出まして、朝の通勤時間ですごく混んでるんですね、緊急校は。まあ立ちっぱなしで、ちょうど東電の前に、朝7時50分頃着きまして、またいつもと同じですけれどもね、これを持ってそろそろくたびれてきたポスターなんですが、こんなものを持ってずっと9時過ぎまで無言でやっており、立っておりました。朝の通勤時間のに、抗議をするっていうのはあんまりないんではないかっていうふうに思いました。なぜこんなことをやったかって言いますとですね、大それたことではなくて、くだらない話だと思って聞いてください。金曜日の夕方というのはですね、やっぱり抗議行動をしても、そこの東電の社員にとってみればもう帰りは酒飲んでどっか帰っちゃうと、話なんか聞いてらんないよっていうふうな、私が東電の社員だったらそう思いました。ところがどっこいですね、朝っぱらからっていう言葉がありますね、昼っぱらとか夕っぱらからっていう言葉はなくて、朝っぱらからですね、原発反対ということをやるとですね、みんな東電の社員たちはちょっと見るんですね、何が起きたのかなっていうような、すごい目つきで見る人も、まあ、大勢おりました。でもそれがまた印象に残ってんじゃないかと思って、私はですね、やっぱり東電の本店社員にの人たちに対してね、両親の声を上げてくれっていうことを本当に言いたいわけですよね。まだ遅くはないだろうと、中の人たち大変だろうけどもね、労働組合も雇用組合にどうしようもないんだろうけども、両親の声を上げていただきたいっていうことの1年で、それだけで参加というか抗議をしたわけです。やはり無言でですね、ただこう立ってるだけで、で警察官が来て何時までやるんですかとか、今日は何人ですかとか言う、で相変わらず聞かれて、いや横須賀から一人で来ましたよって言ったら、しばらくまた来て警官が、お前さんが、いやあなた本当偉いですねそうですよ、原発反対には敵も味方もないんだからって、みんな放射能かぶればみんな逃げるしかないんですから、死ぬしかないんだからって、お前さんたち利用されてるんですよって言いましたら、あそうなんだよなって、利用されな、団結権がないからね、利用されるだけなんですよって頷いておりました。面白いこと記事がね、一つだけ新聞ありましてね、福島水俣でユージン・スミスさんという写真家の人がね、活躍していたその奥さんでアイリーン・スミスさんという方が本の中でね、こんなこと言ってるんですよ。水俣と福島に共通する10の手口。1番、誰も責任を取らない縦割り組織を利用する。2番、被害者や世論を混乱させ賛否両論に持ち込む。3番、被害者同士を対立させる。4番、データを取らない、証拠を残さない。5番、ひたすら時間稼ぎをする。6番、被害を過小評価するような調査をする。7番、被害者を疲弊させ、諦めさせる。8番、
認定制度を作り被害者数を絞り込む。9番海外に情報を発信しない。10番御用学者を呼び国際会議を開く。源でこうでした。全く同じじゃないですか。どうぞ皆さん、この戦いを早く終わらさなきゃいけないわけですけれども、でもしぶとくですね、テントの、ネット右翼の、ね、若者にが、暴れただけの話だろうから、そういう連中をもね、居場所のない彼らもですね、本当はこういうところにですね巻き込まなきゃいけないんですよね。ネット右翼の若者たちに話せばわかると思うんだ。みんなだって若者たちが一番利用されるわけですからね。そういう腹立つは腹は立つけれども、そういう若者たちの、ネット右翼の若者たちをも私たちは大きな心で受け入れられるようなね、団結できるようなこう発信力をですね、やっぱり持っていきたいなというふうに改めて思いました。以上です。皆さんこんばんは。関西から前下春橋と申します。福島第一原発事故の、福島第一原発の最新情報をお伝えします。10月14日現在、汚染水の貯留量が約 54.8 万トン、うち一番放射線量の高い RO 濃縮水が約 35.6 万トン、これは若干減ってきてます。で、設置済みタンクの貯留容量上限が約 59.8 万トンということで、今月まで急に増えてきています。で、4号機使用済み燃料プールから共用プールへの燃料棒の移送状況、同じく14日時点で1533本中1298本、全体の約 84.7% 移送完了。凍土方式、遮水壁造成のためのボーリングですが、10月15日現在2035本中640本終了、約 31.4% 終了ということになっています。で、ただ福島第一原発で残念なことにまた負傷事故が発生しました。東電です、コマを読みます。17日午後1時半頃、港湾内海底土被覆工事において協力企業作業員男性が作業中に右手小指の指先を切断、午後2時に入隊機管理棟救急療室に入室し、医師の診察を受けたところ緊急搬送の必要があると判断し、午後2時34分に救急車を要請したというのが当然リリースです。これで9月に、鉄骨が落下して作業員1名背中骨折の重傷、9月30日に作業員1名感電で、また残念なことに本日右手の小指の指先を切断したということで、1ヶ月で3件目の負傷事故です。で、福島第一原発に関しては作業員の方の肉体的な負担を軽減するということで、9月末までですね、原則午後1時から午後5時まで作業を禁止してたそうです。で、それはそれでいいことではあるんですけども、やっぱりその決めたその作業時間を決めることとその他の現場の作業やり方っていうのがですね、全く整合性が取れてない。で、東京新聞8月30日付福島作業員日誌、35歳男性からの聞き取りをここまで読みます。時間がないのでちょっと抜粋です。お盆明けの猛暑では熱中症で倒れる人がたくさん出た。休憩所で目の前で人が倒れた時は驚いた。自力で歩けなくなって壁に頭をぶつけたらしくぐったりしていた。今年は熱中症が毎日のように出ていて、1日で 2,3 人救急車で搬送された日もある。サマータイムが始まってから時差ボケみたいな状態が続いている。午後2時や3時から仕事が始まるから、これは夜勤じゃないのか、手当てはつかないのかと話題になった。早く寝ないといけないが明るいしなかなか眠れない。酒を飲んで無理やり寝ようとしても起きた時がきついし熱中症になりやすくなる。慣れるまで体がつらかった。食事も大変、朝早いので寮の朝食は食べられない。福井市に向かう途中のコンビニが最近やっと24時間営業になった。作業は早く終わるのに昼の弁当が届くのは従来通り待ちきれない。他社の作業班全員が食事が取れなくて働けないと言って仕事をボイコットしたと聞いた。熱中症対策で夜勤とか朝早い作業になっているけど生活リズムが狂って余計に倒れそうだというのが、8月30日付東京新聞福島作業員に載った作業員の声なんですけど、結局作業時間を変更して規制委員会の方にこういうふうにしましたって報告しても、こちら書類上のことだけ、現場の方で例えば食事の時間がどうだとか近くのお店が営業しているのかとか、そういうことは全く考えられていない。やっていることが全くちぐはぐで、こういうことっていうのは本当に耳をそば立てているようなことしないと全く聞こえてこないんですよね。で、
9月30日に感電した方は1ヶ月の過料っていうことは東電は発表しました。で、14日に福島第一原発に関する記者会見が東電で行われてまして、それちょっと IWJ の動画で私見てたんですけど、あのこういう件はもう追及してるのがお一人眞子さんとか木野隆一さんぐらいなんですよ。で、あのフリージャーナリストの木野隆一さんがこの感電した方1ヶ月の過料ですよね、これ入院ですか通院ですかって聞いたらですね、東電の担当者が手元の資料には過料としか書いてませんので、で木野さんがいや入院か通院かっていうのはこれは大きな違いですから、なんでわからないんですか、いや過料としか書いてませんので、これはあの御社やばい重要視されてないということですか、いやそういうわけではないですが、とにかくちょっと過料としかわかりませんので、もこういう形なんですね。で、あの18号、台風18号19号のあの襲来で、あのタービン建屋に外から水が流れ込みまして漏洩警報が発砲しました。まあこれ中から漏れたら大変なんですけど、まあ、とりあえず外から入ったということでとりあえずは安心なんですが、あの結局ウェブカメラで確認したんですか、はいそうです、じゃあその動画公開してくださいって木野さんが追求したら、いや動画の公開はやってません、本社への報告も口頭のみです、写真公開してください、いやタービン建屋周辺の写真は最近撮ってません、一枚もないんですか、はいありませんとか言ってですね、これ本当に撮ってないのかどうか知りませんけど、もうとにかくあの一時か万事そういう状態なんです。もう福島第一原発はなんか日本のなんかブラックボックスみたいになってて本当に情報が出てこない、フリーのジャーナリストが本当にこうわずかになんか氷山の表面引っかくようなことして情報を取ってるんですね。で、記者会見に使うときに例えば共同通信だとか朝日新聞日経の記者とかいろいろいるんですけど、この各種はどういう線量あのアルファ線出すんですかベータ線出すんですかですとか、ここのあの水の配管どうつながってるんですかとか、なんかあの人命に関係ないことばっかり聞いてるんですよ。で、結局そういうふうにして聞いたことが新聞だとかテレビだって出てきて、でもこれじゃ本当どうしようもないですね。で、やっぱりあの新聞とかテレビっていうのは頼らず自分で集めていかないと、あの本当に大切な情報っていうのは行き当たらない、また福島第一原発でいかに過酷な状態になってるかっていうのもわからない、そういう状態がわからないから仙台原発再稼働とか言われてもなんかふーんみたいな感じで過ごされてしまう、やっぱり全ては情報で、さっきの機密保護法の問題もここにつながると思います。これ以上話しますと長くなります。あのスピーチマンという方がおられますのでコールは割愛します。ありがとうございます。もう一人トランペッターがいますので2人でですね、この綺麗な夜空をいつまでも残したい、そんな気持ちで夜空のトランペットをお届けします。山内金人さんどうぞ上がってください。すごい今日ねすごいね、ラッパ王子が2人も希望のラッパ王子お二人です、よろしくお願いします。